コーナー参りましょう。食いしん坊の。さあ今週はですねラーメン特集ということでお送りしておりますが、今回ご紹介するのはラーメンの種類が豊富、そしてさらにですね定食なんかも揃ってるお店なんです。それではどうぞ。今回はラーメン特集ということで吉村町にあります日向寺ご紹介します。場所は平和リースのある交差点を東に進み、青葉町交差点を直進、しばらく進むと左手にあります。広々と開放感のある店内にはテーブル席が並んでおり、さらにお子様連れには嬉しい座敷も用意されています。さあ今回ラーメン特集ということで、こちらではどういった種類のラーメンがいただけるんでしょうか。はい、私どものお店は北海道ラーメンって言っていいと思うんですけども、豚骨は一切ありませんで。南の里シリーズは600円とリーズナブルですね、はいはい、そして南の極みシリーズというのも、こちらは味噌と醤油の2種類、はい、あと辛ネギ、チャーシューなどのトッピングも様々ありまして、またこだわりラーメンということでトンポーローラーメン、そしてカレーラーメンなどもあるんですね。さらにラーメンだけでなく、夕方5時からいただける定食も唐揚げや野菜炒めなど種類豊富ですね。そうですね。さあラーメン運ばれてきました。いい香りがしますね。もうもやしもたっぷりこう入ってるように見えるんですけど、はい、極みの味噌ラーメンなんですけども、このトッピングがネギ、チャーシューとメンマ、ごまを少し最後にこうちょっと散らしてるわけですね、はいはい、ごまもトッピングもたくさん乗ってるんですけど、やっぱりラーメン気になるのはこのスープですよね。そうですね。うちが使ってるスープはチンタンって言って、まあ澄んだスープなんですけども、鶏も入れますし豚骨も使いますけども、途中で揚げますので、昆布だとか白菜とかキャベツだとか、そういったもので、作ったものになりますので。お味噌、はい、何かやっぱこだわりとかがあるんですか。北海道からの直送っていう形になります。麺を出してるところと共同で開発して作ったものなんで。じゃあ北海道に行かずともその味が宮崎で楽しめるということでもあるわけですね。ではスープを、わこれまたキラキラと油のいい感じが、はい、あすごいあっさり、少しこのお味噌の甘さもありつつ、お味噌の深みがよりスープによって出てる感じがします、はいはい、飲んでから後々本当にすっきりしてる感じですね、結構飲みやすいっていうか食べやすいっていう、まあ、それに麺に絡みやすいっていう、まあ、そういったのもあるんで。麺なんですけど、はい、ちょっと太めですか。中太ですね、まあ、北海道ではほとんどこういう麺が多いんではないかなと思うんですよね。中太の縮れ麺、いやこのコクのあるスープがどれだけ麺に絡むのか、ちょっと麺もいただきたいと思います、はい、食べてみてください。おいしい。きれいにお味噌のスープが絡まってますね、麺に、はい、中太麺なので、はい、食べ応えがあって、はい、コシもあって、はい、やっぱり茹で時間とかそういうところにもやっぱりこれが出てくるわけですかね。そうですね。麺を湯がく時間っていうのは、まあ、2分30秒ぐらいですね。7分以内にはお客さんに出さなければということでやってますんで、まあ、やっぱたくさんこう工夫されてるからこそこの一皿が美味しくいただけるということですね。はい、はい、ゆみのメワッタカ。ところで日向寺の人気メニュー、ジャンボメンチカツ定食、豚肉とたっぷりの野菜で作られたメンチカツとこだわりのデミソースの相性も抜群。なんと通常900円が10月いっぱいは600円でいただけます。続いて運ばれてきたこちらはトンポーローって言いまして、角煮を入れたラーメン。ご覧のように
もう真っ黒いというか、まあ、僕らはブラック醤油って言ってるんですけども、トッピングなんですけども、はい、この角煮が乗ってて、はい、煮卵ですね、はい、もやしとネギとメンマも、はいはい、そしてスープがね、もう本当に見た目からもう真っ黒の、そうですね、この醤油だれっていうのが北海道からこっちに直接送ってもらってるんで、うん、じゃあ北海道からのこのお醤油と、はい、そのスープのベースとなるものが、はい、先ほどの味噌ラーメンと同じですね、はい、この黒いスープの中から中太の縮れ麺の、先ほどのお味噌のラーメンと同じなわけですよね、麺も。そうです、わ、しっかり絡まってますね。お醤油の甘さとこの見た目からは想像できないこのまろやかさがありますね、はい、そして後々こう鼻から抜ける感じがすごく美味しいです。鼻から抜けるのまでも美味しい、ね、そしてこのトンポーローなんですけども、このお肉のジューシーさ、醤油と砂糖とそれに、みりんだとか、まあいろいろ混ぜて煮込んで冷凍でしばらく熟成をして、出す時に、もう一遍肉汁の中につけてあったかくしてお出しするっていう形ですね。なるほど、再度出す時にまた一手間加わってるわけですね、はいはいはい、脂身がうまい。あの脂身のこのとろっととろけるところもありつつ、はい、ちゃんとお肉のしっかり食べ応えがあって、はい、旨味がどんどん出てくるのがもう味もよく入ってますよね。もうね、噛むごとに幸せを感じてました。ありがとうございます。トッピングもたくさん乗ってるので、はい、なんか食べ進めるごとにいろいろ楽しんで味わっていける一品ですね、はい、そうですね。研究を重ね作り上げられた絶品のラーメンがいただける日向寺、お好みの一杯を見つけにぜひお出かけください。はい、日向寺さんご紹介いたしました。いかがでしたか。もうごめんなさい、V 見ながらですね、食べたくなっちゃったっていう声が漏れたのはちょっとね、大変失礼しました。もう、ね、もう普通に視聴者でした。お茶の間ですから。お茶の間でも確かにあれを食べたくなる、食べたくなる、もう心底食べたいっていう声が漏れてましたもんね。久美子さんのすいませんね。美味しそう。いやでも九州とかは豚骨が多いんですけど、ここではその豚骨を扱っていなくて、うん、その味噌とか醤油、あと塩、うん、あとは本当にいろんなカレーラーメンとか、うん、それこそ今回ご紹介した豚ポーローラーメンとかもありまして、なんかね本当にどれにすればいいのっていうぐらいメニューが豊富なんですよ、だからもう何回も行けばいいんですよね。そうなんですよ。本当に何度行ってもなんかまだ食べてなかったわこれっていうように豊富にありまして、行くたびに新しい発見があるお店ですね。そうなんですよ。で今回、まあ、極みの味噌ラーメンいただいたんですけど、それは極みの方はちょっとこってり系なんですよ、はい、で南の里シリーズがちょっとあっさりめのラーメンになってるんですけど、こってりって言われてたんですけど、もちろんコクがすごいあるんですけど、わーもうちょっとなかなかいっぱい食べれないなっていうこってりさじゃなくって、うん、なんかさっぱりもしてる中で、うんうんうん、コクもちゃんと感じられるラーメンで、私味噌をあんまり食べなかったんですよ、その味噌ラーメンというものを今まで、今まで、あ、なんで食べちゃらんかったってやっていう反省をね。そうそう、美味しいわ味噌ラーメンって思って、なんかすごいスープが絡むっておっしゃってましたもんね。そうなんですよ、麺も中太なので、ね、ちゃんと絡まってスープまでも本当美味しくいただける、あと、ね、トンポーローラーメンも初めて出会いまして、あ、もうあれはトンポーローの角煮ですよね、もうあれをもう一口で頬張るんだもの。そう大きな一口でね。でもまたあれが美味しそうやった。でもその出す時に再度ちゃんと調理していただいて、さらにまた出してくださるので、ほんととろっとして脂身が美味しい。本当に、いや美味しそう。ちょっとあきらくんの顔がもうシワシワになってますけど、 いいなと思って、ね、いやこれでね、本当にいろんな種類があって、その後トンポロ丼とか、
もあ、トンポロ丼じゃない、その角、なんだっけ、じゃないっつっちゃった、角煮のじゃないっつっちゃったっつっちゃったけどチャーシュー丼だ、チャーシュー丼、チャーシュー丼、そうそう、なんかそういうのも食べさせていただいたんですけど、もうそれもご飯がもうガツガツ進む、そう、まあ、本当に定食系が揃ってるっていうのも売りの一つですし、うん、ですまたジャンボメンチカツ、はい、あれもう10月いっぱいですっけ、そうです、ね、10月末までだったら600円でっていうことで、900円が600円ですよ、ね、300円ダウンですよ、大きいですよね、300円ダウンはね、そうですよ、そうで、まあ、学生さんとかも多いらしくって、いろいろ試行錯誤しながらメニューを考えてくださってるみたいで、はい、本当にありがたい、もう本当に、ね、ぜひ皆さんにいろいろ何度でも足を運んでいただきたいと思います。それでは場所のおさらいに行きましょう。場所は平和リースのある交差点を東に進み、青葉町交差点を直進、しばらく進むと左手にあります。そしてプレゼントをご紹介します。1000円分のお食事券を5名様にプレゼントいたします。応募方法番組の最後でお伝えします。今日ご紹介したお店の情報はこちらでチェックしていただけます。 MCN のホームページからアクセスできる加入者限定サービス宮崎グルメ情報、そしてスマートフォン専用、こちら完全無料で誰でも使えます。グルメットぜひご活用ください。はい、居酒屋メニューも豊富に揃っておりますので、もうご家族お友達も皆さんでお出かけいただきたいと思います。以上、食いしん坊のでした。はい、由美ちゃんでした。では CM の後はあの方登場です。ゲストコーナーです。